カロテノイド、カロテノイド、カロチノイド、カロテノイドは、木、大赤色などを示す、天然色素の一群である。微生物、動物、植物などから、これまで750種類以上のカロテノイドが、同定されている。例えばトマトや人参、フラミンゴやロブスターの示す色は、カロテノイド色素による着色である。自然界における、カロテノイドの生理作用は多岐にわたり、 特に光合成における補助修光作用、光保護作用や抗酸化作用等に重要な役割を果たす。また、人をはじめとする動物の必須栄養素であるビタミン A の先具体となるほか、近年では癌や心臓病の予防効果も報告されている。カロテノイドは一般に8個のイソプレン単位が結合して構成された化学式 CH の基本骨格を持つ。 テルペノイドの一種でもあり、テトラテルペンに分類される。極わずかの細菌からは、化学式 CH を基本骨格とするものも発見されており、トリテルペンに分類される。カロテノイドのうち炭素と水素原子のみで構成されるものは、カロテン類。これに加えて、酸素原子を含むものは、キサンとフィル類に分類される。カロテンの名称は、ニンジン、キャロットから得られた。 不法は炭化水素、エネに、キサントフィルの名称は、黄色い、残作用フィルの色素にそれぞれ由来する。カロテノイドの色素としての性質は、その分子骨格に沿って伸びる長い強薬二重結合、ポリエンによるものである。その強薬系の長さによって、400から500ナノメートルの間に極大を持つ、異なる吸収スクトルを示すことにより、黄色、大々色、 赤色の異なる色を呈する。また、カロテノイドの持つ高い抗酸化作用もこの強薬二重結合に由来する。高等植物の色素体及び一部の細菌は、糖などの栄養から中心代謝経路を経て自らカロテノイドを生合成することができる。動物はカロテノイド性合成経路を持たないが、食物から摂取したカロテノイドを代謝し、ビタミン A などを作る。 本項目では、色素体や、細菌内でのカロテノイド性合成経路について述べる。まず、メバロン酸経路、または、非、メバロン酸経路によって、イソペンテニルにン酸、イップと、ジメチルアリルにン酸、ダマップが生合成される。どちらの経路によって一ップ及びダマップを生合成するかは、それぞれの生物に依存する、植物の色素体や、多くのグラム陰性菌は、 非メバロン酸経路を持つ一方で、赤色酵母や黄色ブドウ球菌などの微生物はメバロン酸経路を持つ。その後、ダマップに一歩が順次縮合されることにより、ゲラニル二ン酸 GPP、ファルネシル二ン酸 FPP を経て、カロテノイドの直接の機質であるゲラニルゲラニル二ン酸 GGPP が生成される。二分子の GGPP が縮合され、 安定な反応中間体である、プレフィトエンにリン酸を経て、カロテノイドの基礎骨格となる、炭素数40のフィトエンが生成される。フィトエンの中心には3つの強薬した二重結合があるが、内側の単結合から順に不飽和化、脱水素化されることにより、強薬系が2つずつ伸びてゆき、フィトフルエン、ゼータカロテン、ニューロスポレン、リコペンが生成される。 リコペンまでの生合成経路は多くの生物で共通であるが、この後の生合成経路はそれぞれの生物によって大きく異なる。リコペンの末端の管化により各種管化カロテの移動ができる。リコペンを基質として、リコペンベータ管化酵素が1回作用すると、ガンマカロテンが2回作用すると、ベータカロテンが生成される。リコペンイプシロン肝化酵素が1回作用すると、 デルタカロテン、2回作用すると、イプシロンカロテンが生成される。リコペンベータ感化酵素とリコペンイプシロン感化酵素が、それぞれ1回ずつ作用すると、アルファカロテンが生成される。ベータカロテンを基質として、ケトカ、水酸化酵素が作用することにより、ベータ、クリプトキサンチン、ゼアキサンチン、エキネノン、カンタキサンチン、サンヒドロキシエキネノン、 サンヒドロキシエキネノン、アドニザンチン、フェニコキサンチン、アスタキサンチンが生成される。その他、ハイトカ酵素、エポキシカ酵素など多くの酵素と生合成経路が同定されている。また、酵素や生合成経路が同定されていないカロテノイドも多く存在する。アルファーカロテン、アルファー、アルファーカロテンは化学式 CH、 分子量536.87のカロテン。IUPAC 命名法ではベータ、イプシロンカロテンとなる。CAS 登録番号は7488から99から5、有点摂氏185.5度、真空空間の小紫、色プリズム症。フォーミュラ1イコールプラス385度、極大吸収485、454ナノメートル。 生物内では、ガンマカロテンによって作られ、緑黄色野菜のみならず、多くの植物に見られる。水にはほとんど溶けない、使用性の物質で、純物質は紫色をしている。体外で酸化され、レチノイドとなるが、ベータカロテンに比べると効力が低いとされている。ベータカロテン、ベータ、ベータカロテンは、化学式 CH の植物の持つ、黄色色素。 IUPAC 命名法ではベータ、ベータカロテンと呼ばれる。CAS 登録番号は7235から40から7、有点摂氏183度、真空風間の小紫色六方プリズム症。極大吸収497、466ナノメートル。かつてはドイツ語を由来としたベータカロチンという語でも言い表された。 細胞膜の損傷を防ぐ働きをする。胃がんや肺がんに対する予防効果が注目されていたが、その効果を否定する臨床試験の結果が出た。人体の脂肪組織に蓄えられ、肝臓や小腸の粘膜の中で必要な時に β カロテンが2分子に分かれビタミン A になるため、プロビタミン A とも呼ばれる。ガンマカロテン、ガンママイナス、ガンマカロテンは、 化学式 CH、分子量536.87のカロテン。IUPAC 命名法ではベータ、負債カロテンとなる。CAS 登録番号は472から93から5、結晶多形を持ち、天然型は、有点摂七177.5度のわずかに、小やカイロプリズム症、極大点五5 0 8 5 475、446ナノメートル、または、 有点152摂氏153度の赤色板上昇、極大吸収、エーテル494、462ナノメートル。生物内では、リコペンの異性化、ベータゼアカロテンの脱水素化によって作られる。水にはほとんど溶けない、使用性の物質。アルファーカロテンやベータカロテンの栓具体として、人参等に存在するが微量。ビタミン栄光力は低い。 デルタカロテン、デルタ、デルタカロテンは、化学式 CH のカロテン。IUPAC 命名法ではイプシロン、フサイカロテンとなる。CAS 登録番号は472から92から4、有点摂氏140.5度の代々、赤色張り上昇。フォーミュラにイコールプラス352度。人参などの緑黄色野菜に含まれている。ビタミン A 効力は、 かなり低い。使用性なので、有機溶媒で抽出し、クロマトグラフィーで単理する。リコペン、リコピン、リコペン、ドイツ語読みでリコピンは、化学式 CH、分子量536.87のカロテノイド。水にはほとんど溶けない、使用性の赤色色素。多くの植物では、ベータカロテンやアルファカロテンの染具体としてわずかに存在するのみで、あるが、トマトや、 柿、金時、人参、グミなど似た量に存在する。抗酸化作用が大きいと考えられている。ルテインと称することもある。CAS 登録番号127から40からに、色は黄色で、高い抗酸化作用を持ち、緑黄色野菜、果物に多く含まれる。カナリアの羽毛の黄色色素でもある。極大四十五、四百七十五、五百八。 ナノメートル。人間の目、チブサ、子宮頸部にも含まれる。目の機能強化、白内障や過励を反変性などの眼病予防に役立つとして近年注目されている。ゼアキサンチンは分子式長、ジヒドロキシ、ベータカロテンに相当する。CAS 登録番号144から86から3、有点摂氏215度の黄色長板上昇。 九州極大五百十七、四百八十二、四百五十ナノメートル。トウモロコシの種子、卵黄に含まれる。カンタキサンチンは、分子式長、β、β カロテンマイナス四、四ジオネに相当する。CAS 登録番号五百十四から七十八から三、有点摂氏二百九度。九州極大四百七十から四百七十六ナノメートル。 1950年食用キノコ、キャンサレラスシナバリーナス中に含まれていることが見出され、フラミンゴ等の赤色ウモウチュウや酒、マスの肉中、異性美からも検出されている。色調は赤色で、高い抗酸化力があり、抗腫瘍作用、免疫不活作用等のデータが示されている。フコキサンチン、フコキサンチンは分子色調で表される。滑走や、 その他の不透網毛に存在して、茶色オリーブ色を呈するとともに、葉緑体において光合成の補助色素として、機能している。不サンチンは、可視光線のうち、青緑色から黄緑色、350から550ナノメートルの波長域を吸収し、448ナノメートル付近に吸収極大を持つ。アスタキサンチン、アスタザンン、アスタクセンシンは、 分子式調で表される。甲殻類の殻やそれらを餌とする、マダイの体表、また酒か魚類の筋肉の赤色部分などに見られる。生体内では、有利型、モノエステル型、ジエステル型の三形態が可能であるが、多くは、脂肪酸エステル型であり、結晶リポタンパク質と結合した形で存在する。甲殻類では、タンパク質、オボルビン、クラスタシアニンと結合し、 カロテノプロテインとして存在している。タンパク質と結合したアスタキサンチンは黒っぽい青灰色を呈するが、加熱によりタンパク質分子が変性してアスタキサンチンが有利すると本来の赤色を呈する。甲殻類を茹でると赤くなるのはこの現象に由来する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。